何が？ホールド？ホールド？今年といえばこのホールドと言っても過言ではないんでしょうか。いや、その前に、はい、また買った？買った。コン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 釘を刺す。買っちゃった。買ったよ。こうホールドの進化も目まぐるしいじゃないですか。うわ。じゃじゃーん。ミニボーダーライン。もともとあったね、ボーダーラインは全面フリクションだったんだけど、それが片面デュアルになって、ちょっとサイズがちっちゃいのかな。もう薄い。薄いんじゃない。ちっちゃくはねえな。結構でけえな。従来のボーダーラインに比べたら多分一回りぐらいはちっちゃいと思う、サイズ感。うん、これね、注目すべきポイントが何個かあるのでいろいろ話していきたいんですけど、はい、まず作り方が変わりました。 FRP ってさ、まあ、樹脂なんだけど、うん、あの貼り合わせてくるのどんどん外、うんうん、繊維みたいなやつをね。でそれで、まあ、こういう形を作る。そうじゃなくて今回、今年からのモデルなんだけど、これマジですごいんだよ。フラットの透明のやつのさ、 YouTube 見た動画ある人いるかな。型抜きみたいな感じジュゴンっつって、うんうんうん、でそれと同じ作り方ので、それにフリクションをつけるっていう作り方に変わったので、これがさ、鬼ぬめるらしいの、ワールドカッパー曰く。まあ松藤も苦手なんですよなるほど。でまあ練習しなきゃなっていうので欲しいなと思ってたのと、はい、あとやっぱこのホールド結構悪い実は。これインカットしてるやつなの。え、それが、うん、え、嘘でしょこれ。あー、うん、やばいね。そうって言った時にやっぱ動きが制限しやすい。はいはい。やっぱ大きさってさ、コーディネーションとかするときに大事だからさ、うん、まあ、ダイナミックな動きとかも作りやすいし、うん、保持系の課題とかに関してもこの保持感ってさ、まあ、しかもほら作りが変わってさ、ちょっとこうツルツルしてたの、なんとなく、うん、最近さ、チーターの新作チロクの展示会行って見てきたんだけど、うん、なんかこれもそうなんだけどさ、わかるかな、ここに一本ちょっと太めの線が入ってるの。線っていうか形がここがちょっとポコって出てるのよ、うん、出てる。これがめっちゃポイントで、結局流行ったホールだったら、うち前回買ったさ、ブームラング、うん、あの辺のデュアルのやつとかってデュアルでめっちゃいいんだけど、うん、角が立ってるからさ、ラップができんのよ。丸バツ三角、逆に俺は四角なし、これは意味がわかる、角が立った分の最先端。でもこれってさ、ぶっといのがあってからのリクションが中にあるから、うん、これラップができないの、うん、だから持ちづらいんだよ新作のシェイプに関してはそれがクリアされてて、うん、もう同じような作りになってるんだ。やっぱちょっと似通ってくるんだけど、はい、でもさ、こんだけワールドカップで使われたらさ、欲しくね。選手がトレーニングしてくれてるうちの環境からしてもね。え、やばくない？めちゃくちゃいい。え、これ悪いやつ？なんかいいやつってくぼみありますね。くぼみあるのも悪いでしょ。うん、十分悪い。え、なんかフリクションが良くない？うん、いいっすね。こんなに普通に保持面良くないのに、しかもリアル。全然ラップできない。これ悪い進化ですね、マップの。どんどん難しい課題が作れる。どんどん難しくなっていくんです。え、でももうさ、ワールドカップ全ラウンド使ってんじゃん。うん、絶対出る。色がいいっすね。青。青。マグロと合わせて。とりあえず明日の朝一でこれ使ってすると。早い。で、また響がムービー撮って。全部外れてますね。明日作ります。おはようございます。おはよう。何？いや、頑張ってください。
ざまじ